令和2年9月19日、阿蘇市一宮町の阿蘇市役所会議室で、令和2年度阿蘇地域竹田市の合同による地域通訳案内士の養成講座が開かれました。この講座には、阿蘇地域と竹田市から16人が参加。まず、阿蘇市観光課の石松課長補佐が地域通訳案内士の制度について説明しました。そして J&J ヒューマンソリューションズ九州事業部の大滝和代専任講師が地域通訳案内士の役割や挨拶の仕方などについて講義しました。この中で大滝講師は、円滑な人間関係を築く上で挨拶ほど大切なものはない、挨拶は先手必勝、必ず相手の目を見る、明るく元気よく笑顔を添えるなどと語っていました。この地域通訳案内士養成講座は、阿蘇竹田ブランド観光地域づくり推進協議会が通訳案内士法の改正や外国人観光客を受け入れる環境づくりを行おうと昨年度から行っているものです。参加者たちは11月までに旅程管理や地理、歴史などについて現地研修を行い、最終講座では口頭試験を受けることになっています。最終試験に合格すると地域通訳案内士として認定され、有料で通訳ガイドができるということです。